蛍光相関分光法とは蛍光物質の分子運動を調べるために用いられる方法で蛍光の自己相関を利用する物理学、科学、生物学で応用されている。初めての実験は1972年に行われたが特に1990年代に技術が発展した。現在では蛍光物質に限らずその他の発光にも同じ原理が応用される。 さらに自己相関でなく二つの傾向チャネルの相互相関を用いる傾向相互相関文光もある。文光という言葉は普通波長スペクトルの意味に用いられているがこの場合には時間スペクトルを意味する。普通光学顕微鏡を用いるサンプルの微小範囲に光を当て傾向強度の揺らぎを測定する。強度スペクトルを逆 プーリへ変換すると時間スペクトルが得られ、時間的自己相関が分析できる。揺らぎは、分子の拡散、物理、科学的反応、凝集などの強度、または量による。生物学では、緑色蛍光タンパク質でラベルした、タンパク質の相互作用の研究に使われる。得られた結果を適切なモデルに当てはめることにより、拡散係数、流体回転半径、 化学反応速度などを求めることができる。ありがとうございます。